指なんて拾わなければ、食わなければ。ユージ、お前は強いから人を助けろ。お待たせ、ユージ。あれ、どうかした？いや、俺は弱くて誰も助けられなかった。そういうことか。強くなりたい。最強を教え。いい雰囲気だね。じゃあ、何を教えてくれんの？最強の呪術を教えた。倒す。じゃあ、さ、押す。まずは、その調子。いいね、いいね。やるね。いや、その調子。いいね、いいね。いいね、いいね。いい動きだ。次は、怪我しても死んないよ。本気を出そうか。時間は有限だよ。やるね。電撃で倒せ。今は無理だ。時間は有限だよ。やるね。
え、まだまだ。いいね、いいね。無限を感じられた。やるね。いいタフネスだ。ユージには実戦形式が一番。本気でかかっておいで。ユージについてこれるかな。ぶっ飛べ。前に出る。さあ、僕に来るかな。今は無理だ。時間は有限だよ。そんなんじゃ勝てないよ。立つよ。もらった。打ち上げるよ。時間は有限だよ。ついてくれる。実はまだ。これなんだと思う。時間は有限だよ。終了。へっ、楽勝楽勝。あの時なんとなくコツをつかんだ気がしたんだけどな。呪力の源は負の感情。君の言う暗。みんなわずかな感情の火種から呪力を捻出。逆に大きく感情が触れた時、呪力を無駄。あいつらに顔向けできるように頑張らねえと。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか？勝つぞ！呪いでしか払えない。お前じゃ勝てないんだ。
そんなこと言ってる場合か。それじゃお前は死ぬだろ。今帰ったら目に悪いんだよ。こっちはこっちでめんどくせえのにかかってんだわ。いい話だな。ぶっ飛べ。うわあ、おばあ、この時の感覚を。今は無理だ。うわあ、状態がらけ。絶対に。うわあ、撃ちできない。これはまだ。もう待て。うわあ、前に突き刺したな。俺に磁力があればいいんだろ、シグラ。呪術規定に基づき、虎杖悠仁、お前を呪いとして。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。最強を見せてあげる。スクナと変われるかい？スクナ？君が食った呪い？ああ、うん、多分。じゃあ、10秒経ったら戻っておいで。でも…大丈夫。カッコつけさせてもらうよ。殺す。特に理由はない。実はまだ本気じゃないんだ。復活アンド…ついてくれる。そんなんじゃ勝てないぞ。これなんだと思う。お前だ。ついてくれ。まだ終わらんぞ。僕についてこれるかな。これたら…そんなんじゃ勝てないよ。センスあるね。打ち上げるよ。そんなんじゃ勝てないよ。浮きやめ。ついてこれる。
武器取り入れた方がいいんじゃない。ほら、まだまだついてくれる。これからついてくれる。よっ、センスあんね。僕についてこれるかな。お前だ、打ち上げるよ。楽しませてくれ。まあまあだな。この刻印連れてくな。これが術式がなくとも勝つぞ。センスあるね。おっ、この刻印れ、おっ、開いた。より洗練された術式。根を上げるでないぞ。まずはついてくれる。いつの時代でも厄介なもんだな。武術師789。そろそろな。肉弾戦でいくよ。術式がなくとも勝てるさ。そんなんじゃ勝てないぞ。ついてくれる。ザコごとき、これで何点か。おいっちょ、人です。検討した方さ。なるほどな。言ったでしょ、僕最強だって。当然。大丈夫だった。驚いた、本当に制御できた。でもちょっとうるせえんだよな。それで済んでるのが奇跡だよ。何したんですか。気絶させた。目覚めた時スクナに体を奪われていなかった。さて、仮に器だとしてでも死なせたくありません。可愛い生徒の頼みだ。任せなさい。てなわけで改めて君。え？ってやつが見れるらしいな。いいかな。始めよう。死刑は死刑でも執行猶予がついた。一から説明するね。これは君が食べた呪物と同じものだ。全部で20本、うちではそのうちの。そしてこれは壊せない。それだけ強力な呪いなんだ。そこで君だ。君が死ねば中の呪いも死ぬ。だからこう提言した。どうせ殺すなら全ての宿儺を取り込ませてから殺せばいい。そこで君には今2つの選択肢がある。今すぐ死ぬか、全ての宿儺を見つけ出し取り込んでから死ぬか。お前は強いから人を助けろ。
大勢に囲まれて死ね。亡くなったのは？じいちゃん。でも親みたいなもんかな。そっか、すまないね、そんな時に。で、どうするか決まった？こういうさ、呪いの被害って結構あんの？今回はかなり特殊なケースだけど、被害の規模だけで言ったらザラにあるかな。宿儺が全部消えればさ、呪いで苦しむ人も少しは減るかな。もちろん。あの指まだある？ん？改めて見てみると気色悪いな。さて、2本目、10分の1か。どうなる？うわ、ま、確定だね。肉体の体勢だけじゃない、宿儺相手に難なく自我を。千年生まれで。どったの？なんでも。なんで俺が死。本当にめんどくせえ遺言だよ、宿儺は。いいね、君みたいのは嫌い。どの任務がいいかな。始めよう。とりあえずユージはこれから学長と面談ね。下手打つと入学拒否られるから気張ってね。なんだ、貴様が頭ではないのか。貴様には借りがあるからな。小僧の体を物にしたら、ま、宿儺に狙われるなんて光栄だね。やっぱこいつ有名なの？両面宿儺は腕が4本、顔が2つある仮想の騎士。呪術全盛の時代、術師が総力を挙げて彼に挑み敗れた。まごうことなき呪いの。遅いぞ悟。矢賀正道学長だ。虎取雄二です、よろしくお願いします。何しに来た？面談。呪術高専に。呪術を習いに。その先に何を求める？じいちゃんの遺言で、俺はとにかく人を助けたい。遺言？つまり他人の指図で君は呪いに立ち向かう。不合格だ。人形じゃなかったのか？呪骸、人形だ。私の。窮地にこそ人間の本音は出るものだ。納得のいく答えが聞けるまで攻撃は。そもそも家族の遺言だっつ。くそ、明かりが。どこだ。やだ。家族も他人のうちだろう。呪術師は常に死と隣り、自分の死だけでなく呪いに殺された人を横目に呪いの肉を切り裂かない。不快な仕事。それを他人に言われたか。ざけんな。俺は自分が呪いに殺された時もそうやって死に際の心の理由を想像するのは難しい。だが今のままだと大好きな祖母を呪術師に悔いのない死などない。今一度問う、君はなぜ呪術高専。運動も喧嘩も昔から人並み
でもそれを一度だって俺にしかって。スクナを食う、それは俺にしかできないんだ。飯食って風呂入って漫画読んで、ふと気持ちが途切れた時、ああ俺には関係ねえって。そんなの自分が死ぬ時のことは分からんけど、生き様で。サトル、よう合格だ。ようこそ地図。でも別にユージが戦う必要なくない？スクナの指は僕や伏黒が取ってくるから。いい。な、あ、そんなに簡単に見つかるならとっくに全部見つけてるっちゅう。君の中のスクナが力を取り戻すために指のありかを教えてくれる。君は器であると同時にレーダーでも現場にいないと始まらない。隣かよ。お、伏黒、今度こそ元気。二人とも明日はお出かけだよ。三人。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。勝つぞ。で、本人が、俺たち今からあれ、やっぱ俺も行きますよ。無理しないの、病み上がりな。今回試されてるのは野原の方だよ。ああ、時短時。ちょっと待てよ、もうちょいマジ。最近まで出た、野良い倒す。
大丈夫か？でかした！その面へこませ！飯食わねえよ！そんなん余裕に決まってんでしょ。始めよう。これでいいのか？勝つぞ。お前は大勢の人間を助け、だが自分が助けた。じゃあなんで？いい加減にしろ！時と場所をわきまえたらどうなる？釘…いたどり！釘先を探すのは、それからと…間違いない…特急だった…こけねえ…こけ…こけ…こけ…ふこけ…ふこけ…シグロ！釘先連れてここか…二人がここを出るまで、俺がこいつを食い止める！いいから合図してくれ。そしたらダメだ。
シグロ倒す。始めよう。これでいいのか？これでいいのか？負けねえ。ちょっと、どこよ。真っ暗で何も見…呪いの気配…何？無事か、藤崎！虎杖は？話は後だ。とりあえずこいつらどうにかして。慎重に。その面へこませ。またならす。切り込め。はい、終了。行け。切り込め。飛び込め一気に攻める。飛び込め。はっ、投げてみせる。はっ、切り込め。よしみはなしだ。計算を合わせろ。了解。攻める。後ろから進む。作戦通りだ。よし、伊実さんに報告するぞ。なんとかな。帰る。悪かったな。このまま脱出する。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。なんだ、死にたいのか。強いと思ってた。死に時を選べるくらいに。でも違った。俺は、ああ、死にたくねえ。やだ。でも正しい死か。呪術師に悔いのない死などない。それでも呪いは人間の負の感情から生まれ、そう思う。恐怖出し切れ。拳に。この鳴き声は
くずく忌々しい小僧。少し待て、今考える。おい、ガキどもを殺しに行くぞ。せよ。バカな。あ、こっちも直してしまった。散歩は嫌か。よいよい、ここで死ね。ほら、かかってくる。吹き飛ぶ。どうぞ、反応できるか。氷河せな。まあまあだな。吹き飛ぶ。氷河せな。寝てろ。まあだな。吹き飛ぶ。そこに何者か。刻む。吹き飛ぶ。これはお前だ。相手だったな。我々は共に解く。俺と嬉しそうだな。褒めてやろうか。だが呪力による血、お前もいい機会だ。教えてる。本物の呪術というもの、領域点福間水じゃ。3枚に下ろしたつもりだったんだ。やはり弱いな、お前。そうそう、それからこれこれ。終わった。不愉快だ。変わる。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか？負けねえ。そう怯えるな。今は機嫌。これは何の縛りもなく俺を利用したツケだな。俺と変わるのに少々手こずっているようだ。しかしまあそれも。そこで俺に今で小僧人質、さらにダウン。さてと、晴れて自由の身だ。慎重に行こう。面白い。式神使いのくせに術師。もっと呪いを込めて。呪術云々じゃない。パワー、アジリティも格が違う。そこに。うわっ。目を上げるでないよ。つまらん。受けろ。攻める。うわっ。ガードごと破れ。まあだな。ごめん。これからすまされ。
お前ら悪い、うん、いい術式だ。お前のスキル影を媒体にしているなら何だ。分かるのか。あんた虫からなぜこいつを置くにして宝の持ち腐れたな。どのうちその程度ではここは直さんつまらぬことに命を懸けたな。この小僧にそれほどの価値はない。うっうっ消えろ邪魔だ。来い終わりじゃないぞ。来い楽しくまとめて殺す。あのことやめれ。計算通り不平等な現実のみが平等に与えられている。因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。少しでも多くの善これは不平等。いいいいぞ。お前が命見せてみろ。お前を助けた理由に論理的な思考を持ち合おう。危険だとしてもお前のような善人が死ぬのを見たくなかった。それなりに迷いはしたが、でもそれでいいんだ。呪術師なんだ。だからお前を助け一度だって後悔したことはない。お前の真実は正しいと思う。チャプターが解放されたぞ。チャプターが選べるみたいだ。